C4 バレるっていうパターンにならなきゃいいですけどね、テロ。覗かないと信じたいですよね、うん、そうですね、覗かないで、ここでいるならまあ死んじゃったらしょうがないって感じの位置なんで、センターラッシュですね、これね、センターとビハサミ、センターラッシュビハサミ。あ、でも行かないですね、テロ。 あれあ、でもセンター出てます、出てます、出てます、センター出てます。あ、出てきた。ビートンが行かないですね。あー、で、いや、これでセンターと一緒に行きますね、これ。あー、でも C4 は分かったけど。うわー、ボクマカさん、うわー、ボクマカさん。惜しいやん、これ。惜しいですね。いやー、これ2球ナイスですよ。僕に任せてって感じのプレーでしたね。おー、いいよ。いやー、うまいなー。あー、ビートン誰も見ない。あー、おー、これ、でも今、ね、しっかりさせるね。ああ、やっぱり、ね、馬鹿さんが止めてたのでかいですよね。そうですね、今ね、そうですね、稼ぎましたもんね、味方が来るね。はい、チームを殺したのがやっかいですよね。そうですね、これまあしょうがないですね、今の早く CT 側の動きが、まあ、そのあれポノンさん落ちた、止められたのもでかかったですけど、あ、これ CT ようやく1ラウンドこれで、うん、流れちょっとやっとここで取れたみたいな感じですね。そうですね、はい、やっぱ僕もさすがクランリーダーをなかなか外せない男でしたね。いやでもさっき VC 来た時はなんか謙虚の態度でしたけど、僕に任せてくれよっていう感じのプレーでしたよね。ギリューちゃんとしっかり抑えて。そうですね、はい、おっと、お、注目選手のキャメロンさんがキャットでやられてカバー F が入って、おでもキャバーに入ったキモさんがやられてセンターアンプにキャットレール打たれて、これロングからも狙われてますね。いやナイスショットですねこれね。反応早いですね。キャットまあやっぱりこれ A ですかね。キャットとロングハサミ、キャロング1キャット4の3か、キャット3のハサミですねこれね。小野さん大丈夫ですかねこれ。ああ、これ戦士マジもう気合い入れるかね。普通の推移になりましたね。キャット設置ですかねってのは、ね、そうですね、まあ、ワンチャンこうキープも視野に入れつつ殺せたら行く感じでいいんじゃないですかね。僕マカさんがこれアンキャットで、まあ、アンキリ取れたら行ってみよっかみたいな。そうですね、まさにこの感じですかね。あー、これはキープです、上がりますね。はい、いやもうこれこれはちょっとね、で、うん、負けてなんで2400しか入らないんで、ちょっとめちゃくちゃこれ2エコ確定なんで、ね、これ僕マカさんのアンプがないとここはちょっと僕に任せないでって感じですね。いやいや、次のこのアンプをね、そうそうそう、はい、うん、僕に任せてっていうことですよね。はい、まあこれクーさんならね、相手3人ぐらいだったらちょっと、ね、僕に任せてって感じですか。クーさんに任せてみたいな。はい、ナイスキープですねこれね。ナイスキープですね、はい。まあこれ 100% エコなんですけど CT 側でも、まあこのアンプがあることだけでもテロリスト結構動きづらいんで、このアンプがどう動くか、どう活かせるかですよね。で、エコはどれだけそのアンプに対してこううまくそのフォローしてあげれるかですかね。これ僕も若さん勝負行くんですよね。あ、キャットを増やしてみるんですね。いい、でも B 一気に入りますね、テロリスト側。入りましたね、もうテロリスト。これちょっとセンターみたいな感じですね。まずいですね。広場出てきそうですね。広場が超危ないですね、これ。あー、これは。B 取られてます。これちょっと危ないですよ。あーで、これ後ろから、行き残った、行き残った。もう任せてもらおうか。あー、任せちゃったこれ。任せちゃったこれ。絞られましたね。グレープさんがジュースになっちゃって。おー、これ3対1です。あー、2-1ですね。これ注目選手が生き残ってるんでね。そうですね、はい、キャメロン選手。当たってる。おー、おー、超えてる。ああ、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 今ちょっとヒヤッとしましたね。いや、ありますよね。このヒヤは本当にある。いたしないわ。いや、これはエコで取ったらクーさんだいぶ CT は盛り上がってますよね。いやー、でかいですね。これ、いや、しかも僕。
Connection lost. Connected. User entered your channel. まず呼び機から起動してます。あれ、戻りましたね。あ、戻りましたね。よかったよかった。いや、俺マジ誰もマジ喋んねえから。うわあ、なんかこう どうしようどうしてなんでこんな急にこんな空気になっちゃったんだろう。B、やばいやばい。構成してますよ。ああやばいかもやばい。ナイスカバーです。あーナイスカバーナイスカバー。H、ああ、ナイスカバーやな。しっかりステージに入れられなかったですね、今ね。ねえ、これ。いや、ほんと、D2 の B は、もうぶっちゃけ B2 の B ってセンターが守ってると言ってもいいぐらい、センターがいろいろやってくれないと B なんか守れないですから、D2 はほんと、B 抜かれたら B のやつが悪いっていうよりは、センターもかなり悪いですからね。これなんかこう、連携というか、センターと B は、うん、かなり話し合った方がいいですね、その B 抜かれるなら。はい、B のやつだけが、お前なんでそんなやつやられんだよって話だけじゃない、結構ないんすね。なるほど。なんかこう、AK でパーンとかで突死して B が、それで流れ込まれるとかじゃなくて、撃ち合ってんのにこう B 取られるみたいな、それなりに時間かかってね、B 取られるっていうのは先端に結構がある。うわー、僕まかさんの動き完全にグレープさん、ちょっとこう読んでましたね、これね。すごいタイミング良かったですね、今ね。タイミング良かったですね、今ね、はい。ちょっと猫丸さんがテロベースで丸まってますね。まあ、猫丸さんなんでやっぱ。しょうがないですね。お、キャットですね、一気に。ロングもワンキル取られて、下がりますね、これ。でも、A ハサミですね、見てる感じだと。あー、そうですね、はい。ロングの武器取りに行こうとしたらロングを敵集めてたっていうね。もう A 取れちゃったんですけどね。ロングそうですね。これはテロはね。ビースト戦闘で。でもこれ CT もなんかセンター取ってないんで決めづらいですセンターをね。そうですね。うん、グレープさん見てるしやっぱ。今一瞬見られ、あ、グレープさん気づいてないですね。気づいてないですかねこれちょっと。気づいてないですね。あー、キープするのかな。ナイスワン。あ、2人目。お、これで2オン2ですよ。選手のキャメロンさんがキャット。ヒマリスだけど、あー、アンプだこれ。ましたね。あ、ちょっと無理ですね。いや、惜しかったですね。惜しかったですね。お、キャット乗りましたね。バグですね。やっぱり削られるところですからね。お、B ラッシュさん、これ一気に B 行きますよ、テロリスト。お。これは。システムエコか。これはちょっと。これは見ものですね。おお、ナイスショット。いやーいやおなしもすごい人数勝ってます今もう船員さんが B 取れますよ B とあー AK 取られたあーすごい綺麗なおーすごいですね今のいやこれちょっと作戦ハマりましたねハマりましたねちょっと投げ物とかが足らなかったのかな結構ポポンさんとかも中に入って結構しっかり見えてましたよねあの敵がねやっぱり ねもうちょっと投げ物しちゃったあでもこれテロはもう一回 B ラッシュですよあ今度はチャット SG 例の F… あ SG オンリーああこれ何もわからないもの設置したいあこれモコモコラッシュですねこれやったやった俺もやったおおモクマカさん
ダイヤモンド、これやって解除した、これやって一回大会で成功しましたよ、これ。まあ、みんなで全員デスに投げて、まあ、全部真っ白になって、で解除して、敵なんか盾、俺らの方打ってるんだけど解除成功するみたいな。まあ、僕もちょっとあの困った時はモコモコラッシュっていう時はたまにありますけどね。いや、いいと思います。ベイグランツ側かなり波に乗ってきましたね、途中から。そうそう、あーっと、テロリスト、僕まかさん、僕まかさんやっぱ結構ね、こうチームを楽にしようってこともあると思うんですけれども、結構アタックかけてくるんで、うん、CT でもね、まあ、早めにクリアしたいんでしょうね。そうですね、はい、その方がめっちゃ楽になりますからね。ただやっぱりそれ結構バレてきちゃいますよね、さっきランプもそうですもん。逆にね、テロリスト側がその、うん、対策しとってるってことではね、やっぱり、ね、立派だと思います。立派とかすごいいいと思いますね。すごいヤシのあたりに敵固まってますね、センターあたりに。ねえ、キャットやっぱ行きますよね、これね、キャットですね。ただ今回キャットにいないのか。テロはちょっとハーフエコみたいな感じですね。センター3人ですかね、これね。あ、B がやられたから飛び降りたんですかね、これね。G3 つ使って、これで B みたいな。これ、A 方向入ったら B 走りますね。お、DD やられましたね。あー、でもこれはなかなか空いてるんで入られてますね。空いてますよね。うん、これ結構いいフェイクだと思う。結構ガチっぽい攻め方してましたもん、今。これいいフェイクになってますよ。あー、DD で一番絞りましたね。これは設置したいですね、とりあえず。これがないから使ってるんでしょうし。あら、ワンキル、これ厳しいんじゃないですか、出ましたね、ミキポンさん。あー、これ。あー、これしかも。外出てるって思いますね、これ。中いないって。あー、バレたー。おー、でも生き残って、しかも100ある SE 長えの。あー、ちょっと、あー、今キヨさんがしっかり決めましたね。そうです、今足を立てちゃったじゃないですか、外でその右側に走っていく。そうです、ね、もしかしたら木箱裏とかもあるし、どこにいるか分かってなかったと思うんですけど、キヨ選手今ちょっとこう足音が結構ちょっと勝敗分けちゃいましたね。パタパタって足を立てちゃったんで、スモークも結構薄くなってましたしね。そうですね、ちょっともったいなかったですね、今の足音は。エコの時にさっき CD が取れてるから、なんとかこう食いついてきて76ですね、今。そうですね、だいぶいいですよね。次は6本も取れば、まあぼちぼちできたら8本取りたいなって感じだと思うんで、こっからですね、はい、CD 側は。おいしい、おー、選手選手さん、ナイスワンですね。キャットですね、いいっすね、キャットね。やっぱキャット、とりあえずこうやってちょっとキャットは威圧かけとかないと普通には守れないんで、いいと思います、こういうアタックかけるのは。おぉ、これはトリストはいいなんすかね、シフって。いや、ロングいきましたね、エースだね。そうですね、おぉ、しっかり見てる。いいですね、これね。そのアンパーって足辛くないと使えないんで、その場にずっと立ってるだけのやつって、今みたいにこうキャット行ったり、ロング行ったり、このまま飛び降りて、センター行くぐらいのことやるぐらいでいいんですよね、アンパーって。やっぱこれぐらい足軽いっていいですね。まあ、相手、どこにいてるか考えますもんね。そうですね、はい。まあ、普通に考えるとキャット行ったから、あ、キャットアンプ、キャットアンプか、じゃあロングとりあえず走って取りに行って、うわー、こっちでアンプ行ったみたいなのが出てくるので、いいですよね。おー。フリアリングしっかりしてますね、ウさんね、毎度毎度。まあ、さすが俺たちの注目選手ですね。そうですね。わーっと、あー、ボーンさんに絞られましたね。絞られましたね。あー、やっぱ喉乾いたんじゃないですか、ボーンさんも。なるほど。これはテロリストは18秒しかないんですね、これね。ちょっともうどうしようもないですね、これね。レースでキープの様子ですね、このままだと。そうですね、はい。これ覗いた時にやられたら切ないですよね。あーあーああ、この AT 手で職人確定で。ああ、痛い。いやー、よかったと思って。バレないですね、はい。そうですね。ナイスキープ。弾ちびちゃいましたけどね。テロリストはここ取りたいんですけれども、あ、でもまあぼちぼち金もありますかね。もうこれ折り返しですね。ね、はい。CT がここ1本取るとね、かなり大きな勝利になりますね。お、11、英語111ですね。真ん中1のキャット1、キャットとかその餌川の。あ、テロなんか B に向かってますよ、これ。そうですね、これね。奥又さんが見せるか見せないかでかなり変わりますね。
ですね。センターにはアクションないっぽいから、あ、どうなんですかね、これ。うん。ほぼ B2 で守る。下に向かってますね、でも。あ、でも、あ、でもやっぱセンター挟みますかね、これね。すぐはいかなかったですね。これは。あー、引っかかりましたね、ポンさん。あー、これ。じゃあ出て。おぉ、いや、T 字からのカバンも早いね。そうですね。やっぱ A 側の、その、キャット守らないで、111にした時の利点って、すぐセンターカバーできることですよね。111なんで、キャットの A 差が1、T 字1、ロング1で守ってれば、その、すぐ、T、B 側のカバーできるのも、これ大きい配置だと思うんで、僕この配置好きですね、111が。一番多分、B のためにも A のためにも安定して守れる配置かなって思いますね。ただ、ちょっと難しいんですけどね、連携が。やっぱりでも B 挟むときはベースにちょっとスモークがあればっていう、ただちょっと金なかったんですよね、結構 AK 買っちゃって投げ物ないっていう感じだったもんで、だったらそうですね、テロなんかハンドガンの人も多かったですもんね、見てる感じ多分落としたんだと思うんですね、はい、だったら B ラッシュっていうのは、 B ラッシュとかセンター挟みっていうのはもう投げ物ありきの作戦だと思うんで、投げ物ないときはやっぱりもうガチエイム勝負でキャットとかロングガチゴリッピーに行くしかないんですけど、まあアンプいましたしね、ちょっと指揮官とかっていうか、ちょっと多分指揮してる方いらっしゃると思うんですけれども、ちょっとこう難しい選択肢攻められると思いますね、今の最後のラウンドは。全部ですと、これはでも後半楽しみな7-8で折り返し、はい、僅差でしたね。 TT 気持ちちょっと楽ですね、3本も取りましたからね、はい、いいですよね、はい、まああとは後半ね、おむすさんとクーフーさんのクーフーリンさんのこの実況解説さえ渡るかどうかっていう。いや俺解説別にさえ渡らなくても、まあオランゲオランゲオランゲランゲオランゲランゲ、これ終わんないんでしたっけ、あれ多分誰かがタスクで落としたんですかね。うん、これでこれで終わる。ラウンド始まりましたね。まあ、終わる予定が始まったって。そうですね。むしろここからみたいなとこがありますからね。まあ、そうですね、はい。これはね、まだ僕たちも気が抜けないっていうね。そうですね。いや、多分。けど、俺らも抜けないんですかね、これ。そうですね、僕たちも抜けないためですね。またこれ、あの、作り直しのパターンですね。はい、わかりました。まあ、クーさんのせいっていうことで。誰かに一人に責任をつけることによって丸く押せますからね。なるほどね、それは間違いない。すいません、僕がちょっと TSO ヌーブだったせいで、ちょっとね、おまじやらかしてしまいました。クーさんのせいで TS もだっていうことで。そうですね。俺がいたずらしたことになってるみたいな。いや、もう。おまかさんの試合以外落ちますからね。いや、この試合ってなんか、あるんですよ。もう因縁を感じますよね。誰か、きっと、あれですよ、ベイグランツの誰かに恨みでもあるんじゃないですかね。そうなってくるとね。なるほど。試合中に TS 落としてやろうみたいな、その辺はね、もうここら辺で今ちょっと実況してる皆様が分かるんじゃないですか、何かこいつじゃねえかなみたいな。僕はクーフーリンさんだと思うんですよね。僕もクーフーリンさんが僕もクーフーリンさんだと思うんですよね。僕もですね、B ランスに俺がすごいその恨みを持つ流れになるんですかね。ちょっとまだ前回試合解説したくらいしかこうちょっと接点がなかった気がするんですけど、その時にうまく解説できなかったとかでやっぱそういうことが起きてるのかなと。実況解説聞いててもちょっとなんかベッドウィン惜しいみたいな感じの。そうですよね。序盤すごかったですもんね、ゲットオーバーさんのことね、だいぶ褒めてましたからね。いや、どうしてもやっぱりね、なんかいいプレイしたチームのいいシーンがバッと2、3シーン続くとね、やっぱこうちょっとこう、バッとそっちを、いや、いいですねとか言っちゃいますね、俺確かにね。俺も結構ね、ちょいちょい反省しましたこれ。あ、今ちょっと偏ったかな、俺みたいなね。はい、ちょっと注目選手のキャメロンさんがね。いやまあ、でもそれもしょうがないし、やっぱキャット難しいし、うん、ちょっと運の良さもでかいかったんで、テロリスト側でね、もう一度、テロリストはやっぱりもう、ガチ。ね、その人の実力出ますからね、やっぱテロリストは。そうですね。あれ8対7だっけ、8対7ん8取ったのがベイグランツ側ですね。よかった、大丈夫です。クーさんまたまた、なんか俺すげえいじられキャラになんかいつの間にか、いつもあったら小田さんで、今日からいきなりね、いつもあったら小田さんだったのに。慣れない立ち位置で汗が止まらないっすわ。いやーせが。たまにはいいじゃないですか。たまにはね、はい。クーさんこんばんは。え？
こんばんは。クーさんの大ファンです。はい、ありがとうございます。誰かと思ったわ。最初びっくりした俺も。なおちゃんかいな。そうですね、一応動画なんで、ね、解説しておくと、にゃんぱさんの奥さんのなおこさんっていう方ですね。奥さん。そうですね。すごいな。どうしても喋りたいって。いやでもいいですね。 CS CS やったら出るってことですよね。やってますね、はい、いやいいな。女の子なんですか。いやいや僕も最初なんかこう なんかこういたずらされたかと思いましたね。またね。でも僕まかさんのね奥さんもわたまかさんって言って頑張ってますよね。ね、はい、いましたもん。これで知らせましたもんね。はい、まあ、そういう意味ではビドウィン推しになる理由は確かにそこにありますかね。うん、ね、だからもうね、夫婦でやってる方とかね、彼氏彼女でやってる方多いんですけど、クーさんはその辺どうなってるんですかね。その辺は一切関わないですね。女性と喋るなんてパチャの店員ぐらいですかね。はい、あーなるほど。残念。ちなみにベトインにも女の子ありますよ。バレンタインデーはもうパチャでお姉ちゃんが。ちなみにベトインは女の子は誰ですか。 AK みずきちゃん。クーさんだから。だからベトイン推しなんですか。まさか。さりげない注目選手だったんですね。なるほどね。女性すごくないですか。一チームに一人いるぐらいの確率なんですか。え、クーさんいないんですか。CSO デフォルトですよ、もう。そうなんすか、すごいな。そんなに女の子やってるんだ。いや、いいっすね。 1.6 はいないんですか。いや、いやもういいっす。1人、ほんと 2人、3人とかぐらいですかね、知ってる人で。まあ CSO はそれぐらいね、女性人気なんですよ。なるほど、そうなんすかね。よく立ったらしいですよ、これテロリスト。奥間さんが1人で B に劣りになってますね。はい、おとりで多分センター寄ってくる、 A に寄ってくるやつを B で殺そうってことじゃないですか。あーもう CT は裏を取ってますね。あーこれキャットケツ取りに行こうってことでしょ、これ僕若さん。あーもうそうですね、バレなきゃいいんですけどね。どうはあーこれ早く行かないと、でも早く行かないと僕若さん。あー今一瞬バレたんじゃないか。あー僕若さん早く行かないと、これはリードになる。あらこれはリードパターン。あーやっぱバレてましたね、今一瞬見られたと思ったんですよ、ね、あーマジだ。おぉ、いいよ、ね、うまい。あー惜しい、絞りましたね。絞りましたね。やっぱりね、僕らの注目選手グレープさんがだいぶ実ってますよね。実ってますね。まだ秋じゃないんですけどね。ここはちょっと収穫しときとですよね。そうですね、だいぶ早い時期ですけども。もうしょうがないですね、こんだけ実られたらもう僕たちも収穫する。もう手のつけようがないって感じですよね。そうですね。おっとおっとおっと、これ2人いっちゃうか。おお、ロングいい戦い。ああ、ナイスカバーね、これね。おー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 、僕に任せて。ここは僕に任せて。あ、マスター拾う。9%になってからの僕に任せて。おっと、これはグレープブドウさんが絞りに行く感じですかね。あ、絞ろうとしてる。ああ、見えたか。見えた。あ、いけ。ああでも、ああ、随分焦りますね。いや、ちょっとね、肩が弱かったですね。あ、あら、おぉ。四十肩でしたね。クーさんのようですね。いやいやいや、これでもね、若い頃焼き合ったんでね。いやでもどうなんだ、投げれんのかな、球。今日は随分攻められますね、クーさんね。いやー、ほんと冷やせたまんないっすわ。そうですね。まあ多分ね、今日はね、大田さんがね、いないと思ってね、今日は意気揚々としてやってきたのに、みたいな。いやいや、そうですね、はい。全然知らんやつらにいじられとるみたいな。クーさん、やっぱりここは女性キャラに注目した方がいいんじゃないですか。女性キャラに、じゃあ AK 水木さんに注目していきますか。あ、キャットでピンピン飛んでますけど、これ SK 対策してるんじゃないですかね。あ、なるほどね。SK 対策、はい、なるほど。いいと思いますよ。僕もあのキャット守るとき、もしここでどうしても守らなきゃいけないんだったら、何度もここに来た方がいいですよ。後ろ向いて前向いて、後ろ向いて前向いて、何度もやるんです。それかこれ空散対策してるんじゃないですかね。見られたくない。なるほど、こっち見るなと。私の画面を見せたくない。いじるの上手くないっすか、マジで。マジ上手くないっすか。ほらほら、みずきちゃんがうんうんって。あ、ほら、うんうんって今やってた。ほら、もう一回聞きますよ、うんうんって。あ、ほら、うんうんってめっちゃ言ってる。聞こえてますね、これ、クーさん、これマ
ジだ。H ほら H 食らっちゃったよ、こういうことやってるから。これでもマジで聞こえてるんじゃないかっていうような感じでしたね、今ね。ああ。CT 側さっき結構ギリギリまでやられちゃったんで、お金ないんで武器貧弱っすよね。厳しいっすね。そうですね、ファーマス多いですもんね。やっぱこういう時はちょっと賭け的な配置した方がいいですよね。そのもう武器はファーマスだの投げ物ないだのっていうなってると思うんで、なんかもうこれ BB 展開で実のなってるグレープさんいますよ。あー実ってる実ってる、これあー実っちゃった、あー実ってる、あー実ったー、あー実った、これは実ってる、あー実った、いいよ。これは今年はいいボジョレ・ヌーボができそうだ。これはすごい実ってる。 300% 絞られましたね今。そうですね、3人分ですからね。いやでも今よくちゃんと隠れてましたね。いやいいとこまで我慢しましたし、 CS ってタイミング大事ですね。出るタイミング、今すげえいいタイミングで出ましたもんね。そうですね、やっぱあれですよ。おっとこれはこれをもう一回見れるのでは、ね、お、これもう一回絞りに、あーあー絞る、あーあー、おしぼりナイス設置ですねこれね。ビートンから2来てますね。ナイスね、まあこれナイス設置ですね。ブドウさんがもう乗ってますね。来てますね。やっぱね、前半あれだけね、いいプレイすると、やっぱなんかあったり、さっきのあのプレイすると、やっぱ乗りますよね、体のフォームが勝手にね。このゲーム、なんであれで今上がるんですかね。なんか気分がいいと、本当に良くなりますよね、このゲーム。もう、なんですかね、あれ。大田さんがいない、クーさんの実況家のように乗ってますね。今日は俺の時代だ、みたいな。ガシカシいじられる。いやいや、まあ、まだ大丈夫。これアンプ2本ですね、これ B 側、B 側とか CT 側。終わるんじゃないですか、テロは。おっ、センター、割ってはいない。あ、でも SE 大抵、これセンターハサミの雰囲気を出しておいていかず。チャットですね、もう A ですね、これね。キャッチで守ってるんでね、これ、あー、これアンプのミキポンさん、これちょっと見たいですよ、ミキポンさん。ドラグムービー出るかも。あー、FB! ナイス FB! いいのが入った。あ、でも行かず。あUser entered your channel。 パソコン3代目なんですけど、はい、なりましたね、はい、大変ですね、3代目ですか。あーあーナイスでしたね。ちょっと今のタイミングでヤシにいるのは遅すぎますよね、間に合わないですね。まあね、そうですね、うん、ちょっとバタバタしてて見てなかったんですけど、キャットにいたのに諦めてロングに行ったパターンですかね。ね、まあまあロングセッチっていうのも、まあ、ある程度見越したのもあったんじゃないですかね。まあ設置場所が分かんなかったというか、はい、バタバタしてましたからね。急に TS も落ちちゃいましたしね。そうですね。あれは厳しかったですね、お互い CT も手を。そうですね、確かに間違いないですね。もうクーさんがいいとこで TS 落とすからもう。いや俺エンターテインメントなん
んで、エンターテイナーなんでね、ちょっとみんな楽しめるようなタイミングを。なるほど、多分試合に出てるやつら怒ってますよ。ぶち切れ、楽しめねえよって。ふざけんな、何言ってんだこいつ、マジしねえよって。どんどんどん株が落ちていくわけですね。そんなこんなで CT はエコなんで、なんかきっちり取りたい感じじゃないですか、これ。ねえ、まあ、これは。おっと、一気に。気のせいですかね。まあ、ちょっと僕、頭おかしいんで、気のせいかもしれない。あ、やっぱいましたね、いましたね。まあ、テレをここできっちり取って。そうっすね。これそろそろカオル君何対何なんですかね。今ですね、11対11ですね。お11対10ですね。あ、11対10ですね。はい、嘘つきましたね。またあ、ハーフバニングラッシュじゃないですかこれ。オービーラッシュだ。わー、あー、はい、1絞り。あー、いや、痛い。めっちゃ強いよ、これ。あー、しょうがないっすね。これね、勝てないっすもんね。TT は一旦止まりの。ミドに行きますね、これね。あー、でも、自動からやられちゃいましたね、これね。もうこれ。ちょっと苦しいですね。うわー。いい HP ですね。ここまで HP 残ってるのがでかいですね。これはキープしたいですね、ちょっとね。あー、しっかり決めましたね。タイミング悪かったですね、今のもね。一応そこ見てたんですけど、ポロッと降りたところで敵が出てくるっていう、今のもちょっとタイミング悪かったですよ、ね、これで11対11ですね。まあ、それは誰でも分かりますよ。でも、カオルさんには申し訳ないけど、うん、たったさっきのね、ラウンドでね、大事だしね。そう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 、そう、ボケ防止のために。おおおおお、決まった、ね、決まりましたね、今綺麗に。これね、ちょっとペーマンスの人は違いますね。キャットはキャット、あ、キャットいないですね。これニエコっすね、CT は。ニエコ、ニエコじゃねえか、さっきあったか、エコですね、これね。うわぁ、なんかセンター上がってましたね、なんかトーン下から上がってたんですかね。よそ見してましたね。今ちょっと意味がよくわからなかったですけれども、はい。おっと、 HE ミスりましたね、綺麗に。なんかおしゃれ、おしゃれね、おしゃれ HE がちょっと。これはまあ、ビートンを取って、何人かかろうっていうことですよね。武器取れれば美味しいぐらいな感じですかね。おっ、ダハー、おー、1勝利。いやー、武道選手見せますね、さっきからね。いや、当てまくって、今別のやつ狙ってたのに、でパッて出てきたから、打ったのに当たりましたからね。半端ねえな。やっぱ持ってますからね、彼はね。持ってますね、はい。あれ、武器拾いたいですよね、ココン選手、パパッと殺して。おお、さすが注目選手。パパッと、パパッと。で、あー、こっちに敵も逃げてきたと当たり前ですね。全員ビートンでしたね。いやー、まあでもね、一緒に逃げる場所はやっぱみんな一緒に逃げた方がいいですからね。今のはまあ、間違いなくいい選択肢ですよね。今のはもうテロリストもあったですね。うん、ほんで、カオル君、ここでラウンド数はどうなったんですかね。え、12対11ですね。どっちが12ですかね。テロ側のベイグランツさんですね。はい、ナイス。はい、正解です。正解ですか。あ、よかった。返したんでね。これまたセンター H 乗るんじゃないですか。当然乗りそうですね。今度はキャットどこで守ってます。あ、でもキャットもさっきのあのアキヒデさんの携帯策入って毎回ね、毎回一発ですよね。やっぱ技術が半端ないです ね、どっかのクランのね、ペーマン選手とは大違いですよね。そうですね、どっかの赤いクランマークのインフィニティとは大違いですね。あー、これ FP、 これあー、どうでしょう。あー、でも大スカバー。あー、バレましたね、これ。よく今のところ見てましたね。おい、でもいいですね。
あーっとは。あ、これ B 行きますかね、戦闘庫。あー、これ、503さんが、あー、クリスさんやられましたね。あー、これはまあ、しょうがないですよね。映画をやられちゃったら B 寄らざるを得ないですし、まあ、寄るときって一番弱いとこなんで、それもあったテロリストがうまいですね。これ M4 に拾い替えたから行くんじゃないですかね。うん。おー、行く、まあ、今1対4ですけれども、これはちょっともうフラグ出す気でいってるんじゃないですか。あ、ほい、あ、あー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 いやー、でもここでロング、ここでロングから打たれるのはもうどうしようもないっすよね。もう無警戒もいいとこっすわ、それは致し方ないですね。まあ、いると思いませんよね、普通ね。あー、またね、相手4人だからっていうことで、まあ選択肢としてないとは言わないかもしれないですけど、それを考慮してたら B なんか取り返しに行けないですよね。そうですよ、窓と B の DD から見られちゃいますからね。はい、致し方ないですけどね。お、栄光ですかね、CT ね。いやー、注目選手、いいゲームだ。で、早いっすね。あー、隠れた。もうね、実況のカオルくんが何もしてくれないんでね、ちょっと TS がね、いつも落ちたんだと思いますよ。もう沈黙続いたら。俺実況なの。そうですね、まあカオルくんはね、うちのね、実況のエースだからね。ちょっと無責任は困りますよね。さあ、14対11ですわ。どっちが重要ですか。え、テロがディジットですよ。これ勝負ですよ。勝負ラウンドですね。勝負ラウンドですね。勝負じゃ。それは分かってますよね。さっきからこういう流ればっかりやけど。そうですね。これCT ロングちょっとフナティック投げちゃおうかなみたいな雰囲気ですね。これテロリストはかなりまだまだ待つって感じっすね、これね。なんかこれ DT なんかもう待ちきれなくなって投げるぞみたいになってますからね。そうですね、なりますね。これなるんですよね、結構ね。あ、気持ちすげえわかりますけど。あ、でも覗きますね、いいですねこれ、ね、投げ物。あ、でも覗いてはいないのか。あーっとー、センターですね。映画をちょっと配置変えましたね。探して入りましたね。あ、111の配置取りましたね、これね。 C4 が B なんですよね。 A フェイクしてセンター出るんですかね、これね。 B 外回りなんで入れるんですね。そうですね、しかも B そのまんまアタックかけに行きますね、これね。あー、これどうなんでしょう、グレープさん。今ギリギリで見えなかったのがちょっと歯がゆいですね。あ、入るのこれ。あーあ、タイミングが。あー、ナイス。いやー、やっぱグレープさんね、だいぶ絞ってきますね。ねえ、ゲットオーバーさんがトンベを取れるかどうかでもう大きく変わるんですけど、どうでしょう。僕まかさん VS ゲットおばさん。だー、まあこれきついんですよね、取られましたね。うん、いやー、しっかり抑えましたね、テロは。そうですね、これはまあきついですよね。15対11。そうですね、もうこれでもうテロは安泰確定なんで、もう楽にできますよね。そうですね、もうバケーションですよ、テロは。いや、そう思うと気がつけば15、15になるんですけどね、マジこのゲーム。そうですね、余裕やんみたいな。マジもう15の6とかで余裕やんみたいな。あれ15の15になったぞみたいな。マジで、ね、ここでやっぱ取られても頑張り、粘りますもんね、CT ね。そうそう、まあ、逆に気楽になりますね、CT側で、うん。あー、デルタに良かったですよね、ミッポンさん、結構。タイミング良かったんですけど、ちょっとうまくいかなかったです ね。やっぱああいう時にしゃがんじゃうと、もう逃げられないじゃないですか、その後。だから、そうですね。して、こういう時に走りするんですよ。
当たんなかったら当たんなかったら別にそこすらラッキーで一度一度じゃないですか。結構走り打ちってそのなんだろうなんか悪いイメージあると思うんですけど、結構ね使わなきゃいけないんですよ、ね、なるほど。たまたま普通のモードってあんまり当たんないですよね。ね、はい。ちょっと上がってえの。おお、いい FB だ。センター側ほぼ取られますよね。スタートにエンジンかかるのちょっと遅いですけど、かかってからすごいですね。ずっと取りっぱなしですもんね。そうですね、はい。ちょっとファーストでね、結構落ちちゃったりしてたんですけど、その後がね、そうですね、すぐリカバリーができたなって感じですね。おお、クーさんの解説みたいですね。エンジンかかるの遅いけど、みたいな。はい、想定外のこう場所だったんでね、なんかもう誰かが普通に誰かいて、普通に一日で質問通りやるのかなと思ったら、こんな感じでやるというこのが、まあ、みんなで楽しくやっていきましょうっていう企画で、はい、今回ゲストとして呼んでもらったんですけど、なるほど、いや、いいと思います。もうね、クーさんありきの試合みたいな。ね、ついさっきまでもうなんかかかりが遅いとか叩かれてたかと思いきや、なんか持ち上げられて、ここで最後に持ち上げられて、そうそう、俺どっちの気分でいればいいのかわからないんですよ。いや、もうあとクーさん叩きはもう2ちゃんでしときますんで。